きます。はい、こんにちは、下川です。ガチガチ専門もですね、4月17日まで営業自粛することになりました。ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。ということでね、その間時間というのはたくさんあると思うんで、勉強しようぜっていう動画です。で、今回のタイトルは指の当たりです。めっちゃ地味やろ多分これもね、セラピストさんは絶対見た方がいい。セラピストさんじゃなければまあ知らなくても全然いいんだけど、セラピストさんはこの指の当たりについて詳しく知っといた方が絶対いいんです。浅井さんもだって指の当たりを意識しながら施術してるよな。はい。だ、例えば指の当たりの知識が浅井さんないとしようや。はい。そしたら怖くない？どんな施術になる？多分力ずくでいくと思いますね。そうやろ、はい、なんかそうなってくるよな。昔はそうだったんかな、はい、俺もそうやねんけど、指の当たりっていうのはまず大切なんだっていうことをセラピストさんにお伝えしておきます。で、まあ、10分ぐらいの動画なんだけども、これを知るとこう硬い筋肉にはこうするべきかとか、まあまあ分かるようになる。とにかく当たりってどういう時に使う、どういうことなのかっていうのを解説していくんで、これからこれを知ると施術するときに指の当たりを意識するようになります。まずそっから、そこが大切な、まず意識をするっていうことが大切で、なぜ意識しなければいけないかっていうことをこれから話したいと思うんだけども、例えばよ、指の当たりを知らなければ、調理人で例えてみようか。俺は思うねんけども、うん、一つの包丁で肉とか魚とか、野菜とかパンとかを切ってるようなもんやと俺は思うねんだってそれぞれ食材によっては違うわけでしょ、うん、包丁が、うん、もうそのぐらい差が出るっていうこと、違いがあるっていうこと、指の当たり、うん、ね。で、面、指の当たりってまずそもそも何かっていうと、お客様の体に当たる指の面積ね、まあ、指に限らず肘とかもそうなんだけど、その当たり面積ね、面積を小さくするのか広くするのかとか、はい、あとは、ね、筋肉コロコロ逃げるんやったら線って言ってね、線圧、このコロコロ逃げる筋肉をポンって取りに行くっていうことをしたりするんですよ、ね、で痛すぎる人にはやっぱり面を使ったりとか、で、あとはもっと骨際には点を入れに行かなければ骨際って入れへんやんか、はい、な。で、それを意識してできるようにならなければいけない。で、ほんと地味なんだけど、こういうことがすごく大切で、技術で何でもそうやん。もう一個例えていい？はい。俺もともとやり投げしてたやんか。あ、はい、やり投げしてた、ね、それも地味やねやり投げすごいんやからな。すごいですよね。もうすごいスポーツやねんけど、まあ、スポーツ何でもそうなんだけど、まあ、やり投げで言っても知らないか。じゃあバッターとしましょうよ。バッターね、ホームランバッターってね、普段どんな技術練習してるかということですよ。どういうとこから練習してるかですよね。腰の入れ方とかね、多分あると思います、うん、もうほんま地味な動きですよ。これを何回も何回も打つてへんな。腰をこうグッグッグッ入れる作業とか、こう肩グッと回す練習とか、地味な作業をめちゃくちゃかけてたくさんしてるから、うん、本番でバコーンとホームラン打てたりするわけですよ、うん、基礎があるから技としてでっかい技ができるっていうことやんか、うん、だからセラピストもそういうことよ。セラピストの技術っていうのも、で、前回出したあの動画覚えてる？指の使い方ってやったの、うん、あれもすごく大切な話で、セラピストにとったらね、あんまりあれも再生数少ないんだけども、まあ当然やと思う。やっぱあれはセラピストさんしか分かれへんから、うん、でもね、あの指の使い方もすごく大切で、結局はこの今回の指の当たりにすごく関係してくるから、必ず見てほしい、その動画も。なぜかっていうと、反り指で面圧しかできない人っていうのは、おそらく力技でやってると思う。力技でそれをするとどうなるか。指が痛くなる、壊すかもしれない、体もしんどい、ね、お客様も受けてて辛い、しんどいんですよ、聞いてたとしたらね。で、そういうことが起きるんです。なので、例えば面で言ってて、これを点にするためには指をな、曲げる、はい、曲げてるやん、はい、曲げるやん。曲げるとどうなるかっていうと、点がすごく使いやすくなるの。
で、それよりでも点できますよ。できるけど、反ったまま点でグッと入れること僕たちもあるけども、これは限界があって、なぜかっていうと指の関節に負担がかかるか ら、 だから軽い圧の点圧だったら全然これでも僕たち使ってるよ、はい、けどまあまあな圧が必要な点圧とかっていう時はやっぱ指を曲げてグッて入れに行かないと点圧って入らへんやんか、なので指の使い方につながるんですよ、この指の当たりね、の話っていうのは。だから指の使い方っていう動画も絶対見てほしいっていうこと、はい、だから当たり例えばさ、ね、骨のキワキワ行くときは点を使ったりとか、でコロコロ逃げる筋肉には線圧を使ったりとか、で板刈りさんにはこう面圧でほっと指を置きに行くとか、うん、あるよね。他に何、はい、どうやろう指の使い方って、細い筋肉を取りに行くときは面圧で取りに行くと当たりがぼやけてしまうねんな。だ受けてる方もあなんかあの凝ってるとこ触られてるような感じはするけどまだダイレクト感がないなっていうことになるんですよ、うん、となると力を強めるんじゃなくて指の当たりをさっきの面より点に近づけんねんな、はい、それでポイントを取りに行くことでカツンって取れるのよ。例えば首の4線なんかそうなんか、そうですね、明らかにそうなんか、うん、取りに行く力を全然変えずに、はい、指の当たりを変えるだけで効いてる感がグーンと増すし、でこっちも分かるんやな、点でコツンって掴めたらよっしゃよっしゃこれで掴めたぞっていうのが見えてくるっていうことがあるんです、はい、なので指の当たりを今まで意識したことない人は意識してください。でいろいろ試してみたらいいんですよ。面で取りに行った時の指の感覚、それを点にするしてみたらどうなるかとかね、指にダイレクト感が伝わるか感じるかっていうこと、またその受けてる人に聞いてみたらいいですよね、はい、どうこれさっきより効くようになったとか、ね、逆もそうですよ、強すぎるってなる時もあるよね、はい、点にするとね。でそんな感じで、これからもそうやってね、情報を、まあ、地味な情報ほど大切だっていうことを理解してほしい、ね、で動画再生回数を伸ばすためには僕も分かってるんですよ。そんな施術動画した方が断然回るんですそんなの分かってます。ただ僕はその再生回数を伸ばして広告費を稼ごうそれがと思ってるわけじゃないから、でセラピストさんに分かってほしい、うんうん、だって悩んでるセラピストさんって大体そうだから、大体指の当たりが分かってなかったりとか、うん、指の使い方も分かってないとかある。まずそこから始めるっていうと、それを一歩一歩やっていったらいつの間にかはお店のサロンナンバーワンのセラピストさんと同等になったりとか超えたりもできるわけですよ。で実際に受講生さんあったのは1回受講して、まだ数ヶ月のセラピストさんですよ、まだなんかお客さんに怒られたりとかしてるレベルだったんだけど、ナンバーワンセラピストさんを指名してたお客さんがくら替えしてくれたっていう喜びの報告ももらってるんですよ。数ヶ月ですよ、受講2回受講したらそう反応をもらったと。で今はお店の第2位らしいです、指名件数、うん、すごいですね。今まで県外だったんですよ、うん、県外の人は2位になる、まだセラピスト歴1年経ってない、うん、それでもそういう風になるっていうこと。だからこんな地味な情報を大切にしてほしいなと思っております。はい、今回は以上です。